試合は中盤第6ラウンド。翼体思想はこの第6ラウンドまでに戸高を KO で倒すと宣言しました。その宣言の第6ラウンドが始まっています。5ラウンド目はですね、戸高の左が邪魔になるぐらい出てきたんで、翼体の手数が少なかったですよね。あ、そうですね、はいはい、やはりこの左でリズムを掴んでいって、はい、勝負どころで中に入るというところでしょうか。まずはリズムをつけるというのが大事なんですね。せっかくリズムを取り戻すところができましたからね、はいはい、このラウンドをもっと徹底してみることですね、うん、徹底してリズムを取っていく。 そのためには左ですね。そして、はい、左を出せば自然と距離が取れますから、はい、そしてボディです。チャンピオンの戸高の右のボディが2発当たりました。僕が戦った時も絶対にもうジャブはもうたくさん出せっていうのがもう作戦の第一だったですね、やっぱりそのジャブを出していくことによって翼体の全身プレッシャーを止めるという効果があるんですか。そうですね、ジャブがないとどんどん入ってきちゃう選手なので、はい、もうジャブはもう絶対です、はい、翼体思想は勢いになると非常にラウンド、はい、打ち合いになってきましたよ。そうですね、打ち合いになってきましたよ、はい、KO 宣言を挑戦者翼体思想がした第6ラウンドです。まあ、戸高、はい、打ち合いに持ち込もう、まあ入っていこうという状態ですからね、打ち合いするのならここで使うことが大事ですね。右のストレートが入りました。チャンピオン戸高、タイでは6という数字は非常に縁起が良くないという数字なんだそうです。その縁起の良くない6という数字をチャンピオン戸高にぶつけるんだ、だから第6ラウンド KO を宣言すると話していました翼体思想ですが、しかしチャンピオン戸高もリズムは出てきています。そしてこのラウンドもほとんど両者は休みません。リズムを取りながらもパンチが出ています。リズム出てきたんで、打ち合いに、はい、もう一回やろうということですね、これがちょっと早いという感じもしますけどね。しかし翼体のアッパーが当たりました。この打ち合いに入ってくるのがちょっと早いかなと思いますけど、はい、まあ、こっちは勝負どころですね、右チャンピオンの右、左を伸ばす挑戦者、しかしチャンピオン戸高も左を伸ばす、連打ワンツー入りました。右のボディ、やはり多少トラカも右はボディを使おうということが出てきましたか。まあ、まだ打ち分けほどは行ってないですよね、今の翼体を下がらさせるという状態に持っていこうとしてるんで、はい、確かに左が当たり出しているチャンピオントラカ、チャンピオンの連打、ワンツー入りました。そして翼体も確かにパンチは出てるんですが、序盤ほどの勢いという感じがパンチも見えないんですよね。まあ、止められている状態ですね、まあ、止めるというのは相当体力がいるものですけどね、まあ、届くも相当な体力を使っているところですね、はい、しかしスタミナ勝負は自分の得意とするところ絶対に下がらないと話した戸高、残り5秒を切っています。第6ラウンド、さあチャンピオン連打、チャンピオン連打、顔面でヒット。第6ラウンド、このラウンドも打ち合いました。ペース取れますよ、はい、中盤以降の主導権争いはこの第7ラウンドの立ち上がりということになるでしょうかね。大事ですね、はい、さあ試合は半分が経過しました。第7ラウンド後半に入りました。大東さん、はい、赤コーナーチャンピオンサイドですけれども、ちょうど半分が終わって初めてマック栗原トレーナー OK、グッドという指示が出ますですね、はい、そして残り半分、これから相手は落ちる一方だ、今からという声が飛んでいます。浜田さん、はい、挑戦者翼体思想は2年4ヶ月前、はい、飯田さんから、まあ、ベルトを取られた後、はい、スーパーフライでは1試合もやってないんですね。そこがちょっと心配なところあったんですけどね、はい、体重面で苦労するとですね、はい、減量面で苦労すると、スタミナがガクッと落ちる可能性あるんですね、飯田さん、はい、中盤に入りました、はい、翼体の持ち味のプレッシャーというのはこの段階ではどうですか。まだそんなに前にっていう感じじゃないですね、はい、やっぱりちょっと減量がきついのか勢いがあまり感じられないですね、うん、ちょっとバテたきたような顔つきだったですね、今のラウンド。さあそしてトラカの連打が出始めました。後半に入っている第7ラウンド、大東さん、6ラウンド終わってね、翼体思想ね、自ら水を要求しましたね。あ、そうですか。この辺りもやはりスタミナがちょっと不安かもしれませんね、はい、陣営としては左を多く使っていけと、体のバランスを考えろ、はい、そして右のアッパーですね、はい、その右のアッパー、はい、序盤はかなりヒットしてましたが、この辺りはあまり出てませんね。いや、距離がですね、今中間距離なんで、もう少し接近すると出るでしょう。ただ、接近すると戸高も今押そうとしてますからね、翼体、はい、がアッパー出しづらいという状態ですね。試合前戸高は中間距離は翼体の距離だろうという話してたんですけども、今は中間距離で戸高も持ち負けてないんですよね。中間距離は戸高もいい距離ですからね、翼体の距離ということじゃないですよ、はい、いやしかしほとんど両者クリンチもありません、激しく打ち合っている、休まず打っていく。
やはり試合前の予想通りの激しい打ち合いになっています。小高は調子ついてきましたね。あ、そうですか。調子ついてきましたね、はい。確かに少しずつこう小高の方がプレッシャーをかけているようなそんなのフットワークに感じられますね。やっぱりまだ自信持ってきましたね、はい、さっきのラウンドで、相手の攻撃を止めることができたという自信でしょうね、はい、マックトレーナーは先に下がった方がピンチになるだろうと予想したこの試合、小高がじわじわと出てきました。そして翼体が少しフットワークを使おう、回り込もうという動きがありますね、まあ、逆に小高が前に出てきて、チャンピオンここという感じがありますね、チャンピオン右、小高のパンチが当たってきています。もともと翼体は動くボクシングは得意じゃないんですよ ね、はい、ですね、足を使おうという動きは本来の翼体のスタイルではないはずですね、はい、ということは、まあ、打ち合って、結構きつい状態があると、あるいは押されてると、まあ、そういう気持ちがあるかもしれませんね、はい、さあ第7ラウンドも残り10秒です。さあ小高がリズム出てきた、入ってきた、翼体が少し下がった、ジェリー合わせたチャンピオン、これ第7ラウンド終了です。第8ラウンドが始まっています。飯田さん、はい、あの翼体がフットワークを使って回り込もうなんていう仕草を見るのは初めてなんじゃないですか。そうですね、楽しようとしているのは翼体の方だと思いますね。あ、そうですか。ここもどん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 ペース上げていっていいと思います、あれは翼体が変身したいスタイルではなくて小高に自分のボクシングをさせてもらってないという動きでしょうか。そうですね、あとやっぱりスタミナの面でもちょっと心配になってきているのかもしれないですね。あ、なるほど、はい、確かに翼体思想は2年4ヶ月ぶりの世界戦なんですが、過去タイで9戦を行っていますが、すべてスーパーフライ級よりも上のウェイトで試合を行っています。対してチャンピオン戸中秀樹の方はもう毎回毎回全力を出し切る、本当にギリギリの勝負を戦ってきています。その辺のやはり浜田さん、はい、あのどういう試合を最近戦ってきたかによって、はい、この気持ちのスタミナってのあるでしょうね。まあ、それは、難しい状態があるんですけどね、まあ、翼体サイドは結構待ってる状態がありましたから、はい、その緊張感でどうかなと思いましたけどね、はい、スリップ、まあ、このラウンドに関してはですね、もっと戸高、はい、行くべきですね、このラウンドはもっと行くべきですよ、はい、ちょっと足が止まりかかってるところありますね、翼体が少し前に出ようという気配がありますからね、それを出さないというのは大事ですからね。左を振り回した翼体、前に出る戸高、ペースリズムを、取ってきたわけですから、このラウンドで、輪をかけて、ペース、エンジンかけなきゃいけないんですね、はい、半分が経過しています。第8ラウンド、チャンピオン戸高秀樹は自分のボクシングの持ち味はとにかく頭も体も常に休まずに動き続けるボクシングが自分の持ち味、休んでしまうとその分頭の方も思考回路が止まってしまってわけが分かんなくなってしまうと話しました。休まずに動いていくこと、12ラウンドフルに動いていくこと、でその動きの原点を作っているのがロサンゼルス合宿と話していました。このラウンドはもっと、はい、行くべきですね、せっかく6ラウンド目に、はい、ペース握って、7回前に出ることができたわけですからね。前に出ていけばまたペース奪えるわけですよね、今現在ですね、またどっちにもペースが、いくかどうかわからない状態にまだなってるんですね、さあ打っていくチャンピオン、翼体案外ジャブも上手いんですよね、この距離で前に出ていか、戸高が前に出ていかないと案外はい、リードされちゃいますね、はい、逆に出てしまえばその翼体のジャブというのは沈め止められるわけですね、はい、いいチャンピオン連打、チャンピオン連打、チャンピオン連打、細かく打った、ちょっと翼体苦しそうな表情だ、さあチャンピオンの中に入っていった、右のフックを上げました、今ちょっと連打を打たれて翼体が顔をしかめるようなそんな表情がありました。まあ、今のは翼体ほとんどブロックはしてるんですけどね、バテてはいますよ、はい、バテてはいますよ、ダメージというよりはスタミナの面ということでしょうか、はい、さあほとんど休まず打ち合っている両者、第8ラウンドも残り10秒切っています。押し込んでいくチャンピオン、ドラがボディを打っていく、そしてここで打っていく、相手のパンチをかわすチャンピオン、左当てました、見えましたけどね、